なんでこうなのかな。皆さんこんにちは。ホジュラ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。今日はですね、ちょっと小ネタになるんですが、今ここにあるですね、自由雲台ですね。ホジュラの撮影とかではよく使う方が多いこの自由雲台なんですけど、ちょっとね、なんか最近の自由雲台の傾向って言ってるのかな、若干不満がありまして、なんでこうなのかな、違うんじゃないかなっていうことを情報発信というか、ご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。今ここに並んでいる自由雲台ですね、まあ私のお家にある自由雲台だったんですが、まあ、こうベルボンさんとかバンガードさんとかレオフォトさんとかスリックさん、まあこっちもスリックさんかっていう感じで、まあいろいろ並んでるんですけど、すごい細かいことなんですけど、このノブの位置なんですよ。これ三脚の上に自由雲台を乗せてカメラを乗せてみました。はい、これまあレオフォトさんの雲台なんですけど、まあ、今回の話レオフォトさんに限った話じゃないんですけどね。ここに溝が切ってありますよね。だからこの溝にこうやってはめれば、こう縦構図にしたりっていうのができるわけです。こういうふうにね、今回の話はですね、星撮る人とか、あと超望遠レンズ、望遠レンズ使う撮影の人とか、そういう人が共感してくれるんじゃないかなと思うんですけど、こうカメラを握るじゃないですかね。操作はこういうふうにしたんでしょ。でそうすると左手が空きますよね。だからこっちの左手のノブネジを持ってこういろいろ調整するんですよ。でもね、上向けたいなってた時にこれ向かないんですよ。なぜかというと、ノブネジが左にあるのに対して、この前だよね、この両側にここのこことここに切れ込みがあるから、上には向かないんです。私みたいに星撮る人っていうのは、まあ、基本的に上向けたがるじゃないですか。こう操作系とかも結構ここに集中してる場合が多いので、こっち握りながら操作したいんですけど、ないんですよね。だからこう持っていた手をこう持ち替えて、こうやって操作する必要があるんですよ。これってなんかやりづらくないですか。いや、もちろんね、下向ける人とか多いのかもしれない。そういう下を向ける人のためにこう左手でノブネジが回せるようになってるんじゃないかとか、こう右手の方がこう思いっきり締め込めるんじゃないかなとかね。右手で締め込めるのはあるかもしれないですけど、それって右利きの人だけの話だよなとか思いつつ、でもカメラの形状は基本的にはグリップが右側にあるから、まあそのね、右手が不自由な方はこういう風に持ったりとか、いろいろまあ例外はあると思うんですけど、基本的にはまあここでこうして左手で操作したいなっていうのが基本的な操作方法なのかじゃないかなと思うんですよ。でこれなんでこうなってんでしょうね。ここで持ったままであればここでこう操作できれば楽なのに、なんかわざわざここで持ち替えてこうやんなきゃいけないっていうのが、ちょっと煩わしいなって思うことってないでしょうか。で私の周りの写真家さんに聞いてみたら、やっぱりそれはそうだよねと、なんかなんでなんだろうね、不満だよねっていう意見が多くて、なんでなんでしょうねっていう動画なんです今日は。でね、こうレオフォトさんに限った話じゃないです。例えばこうバンガードさんね、私結構この雲台気に入ってるんですけど、バンガードさんもここに切れ込みがあってさ、だからこの切れ込みを手前にしてこう上に向けるようにすると、やっぱりノブネジは右側に来るんですよね。これは選べないです。はい、それからもちろんこれ機材にもよると思うんですけど、自分が持ってるベルボンさんの雲台、この雲台じゃない違うタイプの雲台、ちょっと型番忘れましたけど、その違うタイプの雲台は前後にちゃんと切れ込みがあって、左手でネジが回せるようになってるんですけど、この雲台はこっち側に切れ込みだけですよね。でノブネジこうなんで、これもやっぱり上に向けようとしたら、右手にノブネジが来るんですよね。でね、なんかないのかな、ちゃんとしたのと思ったんですけど、
スリックさんですね。スリックさん、これも生産加入になっている雲台で、これ上にあのアルカスイスクランプついてるのは気にしないでほしいですけど、この雲台はこう緩めた時にですね、前後がこう選べるようになるんですね、切れ込みが。うん、だから上向けて左側でこう締めることもできるし、もしくは逆のパターンがいいって人はここを右にして上に向けることができるっていう雲台ですね。これ中古とか、まあ、メルカリとかヤフオクとかで買えると思うんですけど、でなんか現行ひねなんかないのかなって探したらちゃんとあった。スリックさんが作ってました。スリックさんのこの雲台、これ PBH425 っていう雲台なんですけど、これも上にアルカスイスクランプついてますが、ちょっと気にしないでください。これは左側にちゃんとノブネジがあって、ここを緩めると切れ込みが手前にあってね、こう上に向けることができるっていう雲台。まあ現行品でもちゃんとしたものがありました。ちゃんとしたものっていうとちょっと語弊があるかな、ありました。でもね、大体ね、右側にノブネジついてるんですよ。なんでなのかなと思ってね。理想はね、理想はこの後ろと前両方に切れ込みがあるだとか、こういう風に切れ込み前後が選べるタイプにしていただいて、自由内はそれで、ノブネジはまあ右でも左でもどっちでも対応できるようにしてほしいですよね。だからまあ星取る人としてはですね、この2つの雲台ですよね、このスリックさん、たまたまこれスリックさんだったんですけど、まあ、9000円と現行品ですけど、この雲台のように左手でこうノブネジを緩めて上を向けれるようにしておいた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、できれば手前と後ろ両方とも切れ込みあるようにしていただければ、右利きの人でも左利きの人でも困らないと思うんですよ。まあ星取る人にもうちょっと優しくしてほしいなっていうのは思いますよね。星取る人じゃなくても、さっき最初に言った通り、あの望遠レンズ使ってる人とかで自由台使ってる人あんまりいないのかもしれないですけど、やっぱ上向ける撮影の人ですね、上レンズを向けて撮影することの多い方にとっては、やっぱノブネジは左にあった方が使いやすいんじゃないんですかねっていうことですね。ということで、まあこういろいろ調べた結果ですね、今この2つが気に入ってます、自雲台としてはね。このスリックさんの SBH280 っていう、まあこのシリーズですね、これも廃盤なんですけど、あとまあ現行品で、これがこれは PVH っていうシリーズですね。これはちゃんと上向くし、これね結構頑丈だし、あのちゃんとパノラマもいて、この雲台も使ってみたら結構丈夫だったので割と気に入ってます。はい、この2つがね、なんかいいかなっていう感じですね。この話もうこれ以上話が広がらないので、ここで終わりにしたいなと思いますけども、自雲台を作っているですね、この各社の皆様ですね、今私の手元にあるやつがちょっとなんか標的になってしまって申し訳ないんですけど、今後そういった商品を開発していただけると非常に助かります。そんな開発の方がこの動画を見てるかどうか分かりませんが、もしですね近くにそういった方がいたら、この動画のことを教えてあげてください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。それならバイバイ、したっけねー。